もう年の瀬ってやつですね。いやー、いろいろとね、香港は自分の整理をしに来た感じですね、ここ1年。香港も、エベレストもそうなのかな。そう、自分への整理の1年、マイブック14年版。私これ10年は書いてますね。家に全部あります。何年から書いてる、2008年ぐらいから書いてると思うんで、少なくとも10年は書いてるんです。ずっとだってガーッとね、もう私が読めないですね多分ね、これね、こうやってね、こうやって自分に対することとか自分へのメッセージっていうか、なんかこう擦り込みですね。私も読めないとこありますからね、これ。こうガーッとね、え、ほんとそうですね、こうやっていろんなとこ書いてるんですよ。どっか旅行行った時とかね、特に書きます。まあ、今回香港ずっと旅行みたいなもんなんでね。いやー、まあとてもいい1年でしたね。ちょっといろいろと家族などには迷惑かけてますけど、まあ、家族とか、まあそれ以外もみんなにですね迷惑かけてるんですけど、とってもいい1年でした。まあ、まだ終わってないんでね、なんですけど、はい。本日の一本です。これボズ、あ、じゃね、ジェフレって言ってフランスのメガネなんですね。サイドに花がついてます。もみあげの部分にちょうど当たります、これ。こんな感じ。まあ花なんで女性がまあだと思うんですよね。まあ別に男性かけてもいいんですけど、女性がかけるとただ髪長い方だとこう見れなくなって、ちょっと髪をさっとこうねかき上げた時などに見えるというメガネです。ジェイフレ、正面は普通なんで誰でもかけられると思います。